はい、今回ご紹介するのはこちら。iPad mini ですね。今回開封動画になります。ちょっと届いたので、儀式的に開けてみたいと思います。はい。ちょっと、こっちに新聞に締めカードがあるので、これはちょっとペットで避けておきますね。一応ですね、iPad mini の色がゴールドですね。容量が、64GB です。はい。ちょっと開けてみたいと思います。よいしょ。さあ、どうなってるでしょうか。以前ね、MacBook Pro の開封動画を上げたと思うんで、ちょっと MacBook Pro と iPad ですね、ちょっといろんなこう連携させて面白いことができればなと思って、あと iPhone もね、注文してるんで、それも、その動画も上げれたらと思います。こんな感じですね、箱はね。じゃあ開けたいと思います。ズズ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 ズ。おお。こんな感じですね。ちょっと照り返しがあって。ここの紙を引っ張ると、おお。はい、こんな感じでできました。はい。で、付属に入ってるのは、なんか SIM カードを抜くようなピンですかね、これね。SIM カード入れたり。で、なんかこう、ステッカーと、なんか iPad mini のなんか、こんなカードが入ってました。はい。それと、あとは、ケーブルとアダプターですかね。はい。で、なんかここに SIM カードが入ってるので、入れてくれって言ってましたね。はい、じゃあちょっと入れてみましょうかね。なんか開けづらいんですけど、大丈夫かな。はい、はい、はい。よいしょ。ちょっと、まあ紙が見せられないんで、なんか電話番号と電話番号が書いてあるんで。よいしょ。この中に SIM カードが入ってるって言ってましたね。で、パチッと奥入れてくるんですかね。あ、はいはいはい、これですね。これが SIM カードですね。で、これをどこに入れるんですかね。はい。どこに入れるのかな。あ、なるほど、わかりました。私ね、iPad 自体ちょっと初めてなんでね、ちょっと緊張しますよね。はい。SIM カードボタン。書いてないですね。こっちに書いてあるのかな？どこに入れろとは書いてないですね。多分、ここに入れるんですかね。ちょっと、まあ、とりあえずちょっとフィルムをちょっと外してみますけど。よいしょ。軽いですね。はい。そして、多分この付属してるこれを、この金具を使って、はい、どうやってやるのかな？違うな。どこに入れるのかな？ちょっとわかんないですね。ちょっと調べてみましょうか。ちょっと一旦止めます。すいません。はい、すいませんでした。この金具をですね、ぐっと強く差し込むと、これ出てきます。ビヨーンと。で、ここに SIM カードを入れるみたいですね。はい。じゃあ入れていきたいと思います。SIM カードな、もう、普通に切れましたね。で、これを、向きがありますかね。どういう向きで入れるのかな。おそらくこういう向きかな。どういう向きで入れるんでしょうか。こういう向きでしょうかね。
はい。それで、元あったところに入れましょうかね。こういう形ですかね。はい。これで入りました。ね。しっかり入ってたんです。ちょっと電源をオンしたいと思います。あれ？電源つかないですね。ちょっといかんせん、また iPad 自体も私初めてなので、このホームのボタンは長押しだと思うんですけどね。つかないですね。どうしたらいいんでしょう。つかないですね。ちょっとまた調べてみましょう。ちょっとお待ちください。はい、失礼しました。電源ボタンはここだそうです。入れてみます。はい、起動しました。なんかやっぱり事前にやっぱり調べとかないとダメですね。さあ、どんな感じで動くのでしょうか。はい、今こんな感じで立ち上がってます。まだなんか、どうなんですかね、このまま、なんかあるんでしょうかね。あ、ハローっていう文字が出ましたね。こんにちは。スライドで設定。あ、こういう感じで言語設定しようと言ってますね。はい。おそらく日本語でしょう。はい。おそらくじゃないですね。間違いなく日本語ですね。まあ、言語設定中っていう画面が出てます。つまり、言語設定中ですね。自動フォーカスのソフト。はい、終わりました。日本。はい、日本なので、ん？はい、国または地域を選択で、一番上にもう日本と出ているので、これをタップします。はい、なんかキーボードも、これ後から多分設定変えられると思うんですけど、今こういう画面になってますね。日本、語ローマ字、絵文字にチェック入ってますね。で、次へ。はい、ネットワークが今、こういろいろこうネットワークが出てるんですけど、これをちょっと今設定していきましょう。はい。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。パスワードを入れようと出てますので。よいしょ。ルーターからちょっとカード出しまして。はい。打っていきますね。さてと。はい。MacBook の時も言ったんですが、こういうふうに喋りながらやってるとなかなかパスワードを読み上げちゃいそうで怖いんですけど、ちょっと黙っちゃうんですけど、お許しください。はい、入れました。で、今、ネットワークをこう。まあ、なんか iPad のアクティベートってぐるぐる出てますね。はい、今、次こういう画面ですね。1情報サービスですね。オンにする、オフにするって書いてありますね。まあ、オフにしておきましょうか。はい、オフにしようとすると、はい。なんかこんな画面が出てますね。ああ、SIM カードの。読んでみましょうか。地図などの APP でおおよその場所を使用できないかなります。設定で位置情報サービスをオンにできます。あとで設定できるんですね、これね。まあ、とりあえず、これはこれでいきましょう。はい。iPad を設定でありますね。新しい iPad として設定、iCloud バックアップから復元、iTunes バックアップから復元ってことになってますね。これおそらく前に iPad を持ってた人が、新しい iPad に、使う場合に設定する画面ですね。で、私これ新規の iPad なので、新しい iPad として設定にします。はい。Apple ID でサイン、無料の Apple ID を作成されます。これですね、Apple ID を取ってる方はここで、Apple ID を
入れてください。で、まあ無料な、後で、ここの画面でも作成することができます。で、ちょっと私はこれ、後々設定したいと思うので、とりあえずこの手順はスキップします。で、そうすると、こういう画面、Apple ID を使用しなくてよろしいですかっていう画面が出ます。で、使用しないというところにタップして、はい、そうすると、こう、規約が出てきますね。はい。で、ここの下に、同意する、同意しないってあるんですけど、まあ、同意するに押し、同意するを押して、そうすると、また、同意しますかって聞いてくるんで、また同意するですね。はい。次、こっちですね。タッチ ID。パスコード、または Apple ID パスワードの代わりに指紋認証を使用して、始めるには、いずれかの指をホームボタンに置いてくださいっていう、指紋認証機能がついてますね。それの設定はここでできるとですね。まあ、これは後で設定にします。はい。そうするとまた同じ画面が出てくるんで、後で設定にします。はい、すいません。後で設定します。はい。次はパスコードを作成ですね。で、パスコードは追加しないというのが下にあるので、今回はこれにしておきましょうかね。わかりやすくね。ここでパスコード、起動させた時にパスコードってやるのはめんどくさいので、パスコードを追加しない。そうすると、こういう画面が出てるんで、続けるというところを押します。はい、続ける。そうすると、これですね。Siri、音声認識ですね。はい、Siri を使用します。使用しない、使用しますとか、一応これは Siri は使用するにしておきましょうか。で、診断を自動的に送信する、送信しない。これは送信しないにしておきます。はい、ようこそ iPad へということで、さあ始めようということで出てきました。この画面が切り替わると、出てくるんじゃないでしょうかね。ちょっと時間かかってますね。これをタップすればなるのかな。あ、なりました。すいません。はい。この画面に見慣れた画面になりました。はい。もう一度なりますね。はい。iPad mini のね、撮影してるのが、2014年の12月22日ですね。iPad mini す。これは3ですかね。ちょっと確認してみましょうか。iPad ミニ、今が3でしたっけね。iPad mini 3ですね。はい。iPad mini 3の開封動画兼初期設定から起動までの動画でした。はい。色はシャンパンゴールド。で、容量は64です。概要欄の方に商品リンク入れておきますので、ご興味のある方はご覧になってみていかがでしょうか。またですね、この辺ですかね。はい。私のアイコンがあると思うんで、よかったらお気に入り登録ぜひぜひ、チャンネル登録ですね。チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。動画がよかったらグッドボタンもよろしくお願いします。はい。今回は以上です。